皆さんこんにちは、教えて台湾のササです。今日はですね、皆さんに台湾の T パスについてお伝えしたいと思います。 T パスってなんだろうと思ってる方もね、多いと思うんですが、 T パスは台湾の定期券になりますね。今年の6月かな、7月ぐらいかな、販売されていて、すごくね便利なんですよ。で、もう結構ねみんな使ってるイメージがあるので、皆さんもねぜひぜひ台湾にね来られた際には調べてみてはいかがでしょうか。でね、その T パスっていうのも地域によってね値段が全然変わってくるので、それもね今からお伝えしたいと思います。はい、ではまずはですね、その定期券の中国語を何というのかっていうのからね始めていきたいと思います。定期券のこと、中国語では通勤月票と言います。通勤月票って書くんですけど、はい、通勤月票が定期券という意味です。はい、さっきその地域ごとにね金額が変わってくるよっていうお話をしたんですけど、例えば台北、基隆、あと桃園の地域だと1ヶ月1200元で乗り放題なんですよ。じゃあ何が乗り放題なのっていう部分なんですけど、台鉄、そう、電車、MRT、バスとか、あとはまあ U バイクみたいな借りる時のあれも全部含まれてるみたいです。そう、めちゃめちゃお得ですよね。例えばね、通勤とかその通学とかでね毎日乗るよっていう方はね、やっぱりすごくお得な定期券かなと思います。そう、1ヶ月間ね、その買った日から換算して1ヶ月みたいですね。中部、台中とか昭和県、漳浦、あとは南東、あとは苗栗、このね4つの区域をまあ、行ったり来たりできる値段がね699元と999元があります。え、なんで2つあるのって多分思った方もいるかもしれないんですけど、699元の方はその市民の証明が必要なんですよ。例えば戸籍の住所がこの地域にある人は699元で乗り放題で、まあ、その他の場合は999元で乗り放題になるみたいです。はい、なのでね、ちょっと中部は台北とかとは違ってね、そうやって2つに分かれてるので、そこもねちょっと注意してみてください。台中の中だけの移動、例えば台中の MRT とか電車とか、その区域だけでね、台中だけで使う場合は299元と599元に分かれます。でも299元で乗り放題はめちゃめちゃ安いです。私もね、台中の MRT をねよく使うんですけど、やっぱり行って帰ってくるとね、まあ、安くてもやっぱ50元はね往復でかかるんですよ。そう、40から50元はかかるんですね。なので6回乗ったらもう300元ぐらいになるじゃないですか。すごくね、299元はめちゃめちゃ安いなと思います。ね、599元で電車にも乗れて、 MRT にも乗れて、バスも乗れるのはめちゃめちゃお得なので、これ絶対ね本当に旅行とかでも全然すごくねいいなと思います。そう、使えるんじゃないかなと思います。はい、ではね次は高雄ですね。高雄はね399元乗れるみたいです。まあ、高雄もね MRT があるから絶対ね T パスあった方が便利だと思うんですよ。うん、そう、私399件めちゃめちゃ安いですよね。これはその市民とか非市民とかは分かれてなくて399件みたいです。めっちゃ安いね。例えば台南、高雄、平東、そう、台南、高雄、屏東の3つの区域をね行ったり来たりできる定期券は999元。これでも全然安いんですよ。本当にね、 T バスめちゃめちゃお得ね。結構私MRT とかでもみんながピッピッってやるの見てるんですけど、 T パスの人めっちゃ多いです。うん、なのでね、私もちょっと T パスに変えようかなと
思って、でまだ変えてないんですけど、ティーパスにそろそろ変えようかなと思ってます。でね、他の区域だといろんなケースがあって、例えばね、当園、新築、妙利、この3つを行き来できるその定期券は1200元。そうで、例えば当園と新築だけ、この2つだと、799元で、新築と妙利だと699元とかね、そういう結構細かく分かれてるんですよ。皆さんも台湾に、まあ、旅行とか、まあ、例えば出張でね、1、2週間ぐらいいるよっていう方は T パス買ってみてもお得かもしれないです。うん、だから結構おすすめですね。私もね、その T パスすごくね、一時期ね、T パスにしようか迷ってた時期があって、でもね、私たまにこう時間がないからタクシー移動したりするので、まだ T パスは買ってないんですけど、ね、T パスね、カードがあるんですよ。記念カードみたいなのが、それがね100元で買えるんですよ。来年の1月末だったかなまでに、なんか申請したらその買ったカードの100元分が戻ってくるみたいな。だから実質カードタダで買えちゃうっていう、お得ななんかイベントもやってるみたいなので、それもね合わせて皆さん調べてみてください。これこういう種類があって、例えばね、これが桃園のやつとか、ここがカレンのやつとか、そうやって色がね分かれてるんですよ。そうだからね、これ全種類集めてみても面白いかなと思います。そうやっぱりね、ほら台北で駅台北で買ったね、ヨーヨーカードとか、その台中で買ったヨーヨーカードってね、またちょっと違うんですよ、仕様が。うん、だからそういうのもね、集めてみるのも面白いかなと思います。はい、では今日の動画はここまでとなります。皆さんいかがでしたでしょうか。台湾の T パス、ね、今年からね始まった、もうめちゃめちゃねお得な、もう得しかないね、最高の定期券があるので、皆さんにご紹介させていただきました。またね、今後の動画で台中の MRT に乗ってみた動画もね、上げたいと思っているので、皆さんそちらの方もぜひ楽しみにしておいてください。あとはね、チャンネル登録もお忘れずに、あとはアンザンもよろしくお願いします。もうね、T パス買ったことあるよとか、今もう使ってるよっていう方もね、ぜひねコメント欄で教えてください。めちゃめちゃ便利ですよね。もう私もゴリ押しです T パスは。はい、なのでね、まあ、もしくはまたこういうことが知りたいよとか、これってどうなのっていうことがあればね、また皆さんコメント欄に書いていただければ嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。またねー。